皆さんどうもこんにちは、ダイダラでーす。さあ、今日もラグオリ動画やっていきましょうということで、皆さんは知ってましたか？先月末に新しいシステムが実装されたんだよね。それがカード進化。今まであったカード、武器とかね、アクセサリーとか、いろんなところにセットして、ね、そのカードについてる効果を、得ることができたっていうカードなんだけど、それが、さらに、強くなる。そう。強化できる。進化できるんですよ。そんなシステムがね、まあ先月末に実装されました。ということで、今日の動画では、そのカード進化について説明しつつ、まあその進化のためにはね、まあ素材とかいるんですけど、その素材の説明とか、あとはそのね、素材の集め方について説明していきたいと思います。カード進化とは、はい、その通り、カードをね、まあ進化させて、本来の持っている効果をより強化することができるんだよね。進化っていうのをした後には、そのカード自体をレベルアップすることができて、まあレベルを上げることで、まあね、今日はまあ固定なんですけど、ステータスが強化されていくっていうものです。で、そのレベルもね、もちろん上限があって、で、上限まで行くと、今度は昇級っていうのをして、さらに上限レベルを上げていくみたいなシステムもあったりするんですけど、まあこれは後ほど実際やってみてね、一緒に確認していきましょうか。このカード進化は、フロンテラにいる NPC から行うことができまーす。ちょっとね、そのまま NPC のところまで行ってみましょうか。まあ、カード進化の仕方に関してはね、ここのなんかメニューのところのタブに新しく、カード昇級っていうリックの下に、スキルイベントリックカード昇級っていう下にあるところに新しく追加されたんですよ。で、ここから進化へ移動って押すと、まあ、自動でそこのね、NPC のところまで連れて行ってくれます。はい、マップ的にはここですね。右上の方ですね。カードレンタルとかするとこですね。ここで、カードの進化をすることができます。で、この NPC にアイテムを渡すことで、カードの進化をさせてくれます。でね、まあ、進化に必要なアイテム。例えばね、これ紫色のカードなんですけど、俺の持ってるだけで一番最高にいいカード、ゴーストリングのカード。ゴスリンってよく言われるカードなんですけど、これはね、見てください。紫カードのかけらっていう、アイテムが50個いるんですよね、進化するのに。で、青色の、カードは、青色カードのかけらってアイテムが50個いるんですよ。結構いるよね、50個ずつ。だけど、この緑色のカード、青色のカードのかけらが10個だけで、で、進化することができるっていう感じです。まあ、これレア度なんですけどね。まあ、緑が一番レア度低くて、真ん中が青、一番高いのが紫っていう感じです。それでは次の説明いきましょうか。カード進化素材の入手の仕方。今見せた青のカードのかけらだったり、その紫のカードのかけらとかの入手方法の説明をしていきたいと思います。ただ入手方法は、カードの分解です。まあ、分解、そのカードを砕くことで、ね、その該当する色のカードのかけらをゲットできるって感じですね。実際分解してみましょうか。分解の場所ね、なんですけど、まあ、いらないカードがあるんだったら、ちょっとそのカードを選択して、まあ、その他で分解ってところがあるので、これを押すと、そこまで勝手に移動してくれますのでね、分解の場所とかわかんないって時はね、こうやって移動するといいですよ。はい、さあ、分解がこれですね、マジックカードマシンっていうね、ブロンテラのね、まあ、カード屋さんのところのすぐ近くにあるところですね。ここで、分解することができます。じゃあ、いらないカードにちょっとね、分解しようと思うんですけど、まあ、どれぐらいもらえるのかなってところだけちょっと見てみたいなと思います。まあ、大体ね、緑のカードに関しては、青色カードのかけらが、大体20個。もしくはね、他にもあるかな、30個。20個とか30個もらうことができます。そして、レア度が青のカードを砕くと、まあ、大体100個。ですね、見てください。100プラス、ハテナってところで、ね、100個はもらえるって感じですね。だいたい今100からね、400らしいです。400のカードをね、持ってないので、ちょっとね、わからないですけど、俺の持ってるカードは全部ね、1個砕くと100しかないです。そして、紫色のカードを砕くと、紫色のカードのかけらがだいたい200個から400個ぐらいゲットできるらしいです。ちょっとね、全部カードね、カード図鑑に入れてるので、紫色のカード少し出して見てみましょうか。例えばこのデビルチのカードってやつね、収納にしてたんですけど、ちょっとこれをね、分解しないですけど、
しないですけど、どれくらいもらえるか見てみましょうか。ポチッとな。ほら見てくれ。約200個もらうことができます。まあ一応ちょっと補足ですけど、カードのかけらとかの量はそんだけなんですけど、だいたいね、緑のカードの費用がだいたい約2万銅貨から3万銅貨だったりね、まあだいたい青のかけら10個に対して1万銅貨かかってるって感じだと思います。ね、紫色のカードの分解するのに必要な銅貨が約100万っていう。まあ結構このゲームね、お金に関してはすごい余裕があるので、俺も今ね、1億4000万銅貨ぐらい持ってるので、お金は結構余裕あるんですよね。では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 、早速皆様やってみましょうか。カードを進化してレベルアップしてみよう。じゃあ本当に今から実際やりたいと思います。今つけている装備の、装備につけているカードでレベル上げれそうなものをちょっとね、少し上げてみたいなと思います。まあとりあえず何あげようかな。まあ簡単なやついってみようか。緑のカードでエギラのカード、これ足に僕つけてるんですけど、まあ足につけるカード何でもいいかなと思ってるので、まあこれつけてるんだけどね、SP 回復効果がね、あって嬉しいなってとこなので、ちょっとこれを今から、進化させてみたいと思います。まあそのためにはね、緑のカードですので、まあとりあえずなんかいらないカードをね、分解してみましょうか。まあとりあえず1個これでいいかな。スネークのカード分解してみたいと思います。ペティットな。はい。さあ分解したことで青色のカードのかけらが101個。まあプラス、ハテナでおまけで1個だけもらえた感じですね。ね、ありがとうございます。ってことで、ちょっと進化してみましょうか。ってことで、進化には、もう一回ね、あちら側に行かないといけないね。さっきの NPC。ね、ここ。進化 NPC 近いですね、ほんと。進化 NPC にお願いしてみましょう。さて、してみたいのが、今装備している、このエギラのカード。進化してみたいと思います。進化せよ!ポチッと。ドーンとカード進化成功。あっさりしてるでしょ?そう。まあ、これで進化できました。で、進化できたカードは、ここのカード昇級のところに入ってきます。で、このね、あと、進化させることで、レベルアップできるようになるんだよね。各カードによってそれぞれ、何が、レベル上げると、どのステータスが上がるかっていうのはもう決まってるので、なんか自分のね、期待だなと思ってるカードが、何のステータス上がるのかなとかは、ちょっとね、ネットで調べてから、進化させた方がいいと思います。それではね、ちょっとまずエギラのカード一回このまま、さっきゲットしたね、青色カードのかけら使って、レベルアップしてみましょう。レベルアップにも、このカードのかけらがいるので、カードのかけらはね、めちゃくちゃいるんですよ、本当に。いきますよ、とりあえず、レベルアップ、バーン!今、1にアップしました。ということで、これがね、星0っていうか、左、エギラのカードのところに星みたいなマークついてると思うんだけど、ね、これがね、今、0個なので、上限レベル5なんですよ。なんで5までまず上げてみましょう。こっち。はい、こっち。はい、ここで上限レベルってことでね、ここまでしかレベル上げられないんですけど、これで昇級って押すと、そのカードをさらに、ね、昇級することができます。で、昇級することで見てください、ここに。SP 回復、プラス 1% みたいな感じで、さらに特別な効果がつくっていう感じなんですよね。で、エギラのカード、これ、SP 回復 1% 増えたらちょっと売れピッキーなので、ちょっとエギラのカード入れてみましょうか。で、昇級とかには、さらにカードがいるんですよね。ちょっと先にちょっと説明させてもらうと、例えば、この緑のカードだったら、星1に昇格するのに、必要なカードが1枚。で、星2に昇格するのにさらに3枚。で、さらに星3に進化するのには、さらにね、6枚が昇級に必要なんですよね。なので、全部で10枚。緑のカードが必要になってくるっていう形です。そして、青のカードの進化とかについても先に説明しておくと、青のカードは星1にするのに1枚。で、星2にするのに2枚。そして星3にするのに4枚いるってことで合計7枚いるんですよね。まぁ、ちょっとやっぱ青の方がレアリティ高いので少し控えめって感じかな。そして紫色。これはマジで出ないんですよね。で、どうなのかなと思って調べたところ、紫色のカードは星1に進化するのに、紫色のカードのかけらが200個でいい。結構大変かもな。うん、200個でいい。そして、星2にするのに、さらに追加で1枚。で、さらに星3にするのに追加で2枚いるってことですので、まあ3枚分余分に必要ってことですね。紫はかなりきついんで、ね、MVP のカードとかね、とてもレアなカードなんで。青とか緑である程度レベル上げて強くなるものを使っていくっていうのが
いいのかもしれないですね。簡単に使うなら。まあ、とりあえずエイラのカードを少し買っておきましょうか。さあ、1枚で7000ゼニーって書いたのでね。7600ゼニーって書いたので、これで昇級してみましょうか。多分今足りてるのでね。あ、いったね。今昇級してみましょう。昇級ドーン !SP 回復 1% 増加いいね、エギラのカード。エギラのカードがこれで強くなった。で、さらに、ここからね、レベルアップするに必要な、そのカードの、かけらが、ちょっと、さらに増えちゃうっていう感じなんで。で、レベル上げれるところまで、上げるのがいいと思います。青色のカードも進化させておきましょうか。持ってる中ではね、まあ、レイズのカードとかもいいんだけど、エルダーウィローのカードとかが、かなり進化しやすいかなと思うので、ちょっとやっておきましょうか、これ。はい、というわけで、カード先行です。エルダーウィローのカードはね、頭につけてんだっけな、確か。イントがプラス3ですので、まあまあ便利なアイテムなんですけど、これがね、進化させることでレベルアップできるようになるとね、まあヒットポイントが増えるんですけど、昇級することで、星1にすると、そのイントプラスさらに3がもらえるので、星1にしておきたいんですよね。なのでちょっと星1にしましょうか。だけどちょっとかけら足りないから、まず分解していきましょう。まあいらないカード結構あるからね、グールとか多分使わねえからね、こういうのとかで、ね、大体まあ分解しておけば、ね、なんかちょこちょこ分解しときゃいいって感じっすね。まあ気になるいらないものはね、なるべくもうパパッと分解しちゃいましょうか。カード図鑑に収納し終わってさらに余分にゲットできたものはって感じですね。もちろんね、売るとゼニーもらえるので、ゼニーが欲しい人はまあ売って全然いいと思います。はい。じゃ、ちょっとね、作ってきましたんで、ちょっと進化させてみましょうか。じゃあレベルアップか。レベルアップしてみましょう。エルダウィロのカードをとりあえず、1、2、3、4、5ということで、レベル5になったところで、さらに昇級。元からもエルダウィルのカード持ってたので、このまま昇級させましょう。すると、イントプラス3! 結構うまいなこれ。意外とカード俺余分に結構持ってたから、めっちゃ強くなるわ、これ。じゃあね、ちょっと他のカードもちょっと進化させるだけしときましょうか。じゃあね、俺がよく使って、絶対当分外すことがない、レイスのカード。で、1個進化。そして、最近ゲットできてめっちゃ喜んでる、このセージワームのカード。これをね、進化させておきましょう。いや、最近ゲットしたセージワームのカード見てよ、これ。ダメージ、魔法ダメージ増加 8% と、SP 回復20プラスなんですよね。なんで便利なんでね、もうこれ2個ゲットしてきました。で、アクセサリーにつけてるレイスのカードなんだけど、これが魔法攻撃プラス5プラス魔法ダメージ増加プラス 1% っていうアクセサリーにつける中では、なかなかね、いい効果ついてるやつなんですよね。だそれを進化させることで、おー、レイスのカード見て、レベルアップすると、魔法と物理の攻撃が2増える。いいね、これめちゃくちゃ。うわ、デージワームのカードもめっちゃいいな。魔法と物理のダメージが 0.1% ずつ増えていく。昇級することで魔法ダメージプラス 1%。で、レイスのカードも、昇級することで魔法ダメージ 0.5% 増加って感じなんですけど、まあ、ぶっちゃけレイスのカードとかセージワームのカードってゲットするの超大変なんで、お店で売ってないタイプなんですよ、全然。なんでね、ちょっと当分昇級できないと思うんですけど、レイスぐらいだったら少し、いや、ま、どっちもか、レベル少しだけ上げておこうか。ねえ。まあ、いらないカードとりあえず4枚ぐらい分解しておきましょう。ペチッと分解。ってことで、カードのかけら400個ゲットして、これで、とりあえず、レイスのカードを、レベルアップ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 することで、魔法攻撃力プラス10。そして、セージワームのカードも、これも、レベルアップ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 すると、魔法攻撃力の魔法ダメージが約 0.5% 増加するっていう。まあ、こういうゲームはチリツボですのでね。ちょっとずつね、能力を鍛えていって、少しずつ強くなっていくゲームですので、このね、積み重ねが大事なんですよ。はい、というわけでこれで終わりましょうか。いやー、ほんとね、今までね、カード進化とかなかった前は、まあもうカードは売るしかなかったわけなんですけど、まあちょっと前にね、カード図鑑っていうのが実装されて、カードをね、収納して、いらないカードを収納して、ステータス上げることができるようになり、そして今回のアップデで、さらに余ったカードとかを分解とかするようにできて、そこから、既存のカード、いつもメインで使ってたり大事に使ってたカードをレベルアップ、進化させて、さらにね、使うことができるようになるって感じで、ね、キャラクターがね、これでやっぱり、どん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 強くなってきたっていう実感がすごいですね。これでね、まあ、俺も、今、意欲いってる狩場とかもね、
更新できるかなっていう感じで、レベル上げとかもはかどってくるのかなと思います。やっぱね、ラグオリみたいなこういう、やっぱ積み重ねゲームはね、いや、こうやってちょっとなんか、一気にっていうか、こういうものが実装されて、いや、なんか、ね、キャラがぐわっと強くなっていく瞬間がたまんなく面白いっすね。はい、というわけで、そんなね、バッチリツも楽しいラグオリ、まだやってないって方、結構楽しいので、皆さんぜひともダウンロードして遊んでみてください。概要文のところにね、ダウンロードリンクありますので、そこからぜひともダウンロードしてね。今までね、まだ始めたって方とかはね、概要文のところにあるね、動画のリンクいっぱいあるので、今まで俺が初心者の頃からね、だいたい月1本ぐらい出してるんですけど、これを見ていけば、あ、なるほど、こんな風な歴史があって強くなっていったんだってとか、このシステム何なんだろうっていうのがね、わかると思いますので、ぜひとも見て、チェックしてみてください。それでは終わりましょうか。動画を見てくれてありがとう。また次の動画でお会いしましょう。おつぼよ、バイバイ。